大分トラピスト修道院外観大分トラピスト修道院制トラピストクッキー製フランシスコザビエル製異物大分トラピスト修道院日課表紙等特有の修道服は白色のククラであるそれは正式修道誓願戦慄の日に与えられるククラは修道士の封建の印であり修道会全体の一致を表しているこれは現立主党修道会の正装である くくらの下にチュニック、スカプラリオ、革帯を着用している大分トラピスト修道院は大分県早見郡肘町にある現立指導会の男子修道院である大分トラピスト修道院はカトリック教会に属する現立指導会の日本で2番目の男子修道院でその教会法上の正式名称は現立指導修道会お告げの聖母修道院である 1980年7月11日の聖ベネディクトの祝日に北海道北都市の東大の聖母トラピスト大修道院から派遣された7名の会員によって開設された。2018年1月現在、森式聖願者10名、修練者1名、計11名が所属している。肘長は文後にポルトガル船が入港したと聞いたフランシスコザビエルが訪れ、 この地の港からポルトガル船に乗船して、船内に大友僧林を訪ねたという日本のキリスト教史上の古地である大分トラピスト修道院ではトラピストクッキーホスティアを製造、販売し、生形の一助としている。修道院には修道生活を紹介する修道院展示室やクッキー直売店が設けられ一般に公開されている。修道院展示室には フランシスコ・ザビエルの聖遺物が公開されている。これは、フランシスコ・ザビエルが所属していた、イエズス会の本部より、2008年10月に、大分トラピスト修道院に寄贈されたものである。また、ペトロ・キベト187殉教者の聖遺骨も、フランシスコ・ザビエルの聖遺物の隣に安置されている。大分トラピスト修道院は、オラショ巡礼の道の終着点であることでも知られている。 陽性カトリック教会の洗礼を受け、3年以上経た男子カトリック信徒であることは入会希望申し込みの必須条件である。数回の体験入会を経た後、正式の入会許可が与えられる。入会後、約半年の試願期、その後着意式の日より2年以上の修練期を経て、最初の有期誓願を旋律する。その後3年以上の有期誓願期を経過して、森式誓願を、 戦立し修正にわたる修道生活を誓うトラピスト修道院の場合原則として入会した修道院で一生を過ごすそのため各修道院に修練室が設けられている日課トラピスト修道士の1日は午前三時三十分に始まるミサ制裁と一日七回の祈りを捧げ労働とレクチを出びナからなる共同生活を送っている祈り労働 レクチオデビナは、トラピスト修道士の生活の三大柱である。沈黙沈黙の遵守は、第二バチカン公会議前ほど厳格ではないが、今日でも首都会修道者の特徴の一つに、数えられている。食事中、仕事中も沈黙を遵守する。外出や外部との連絡も必要最小限に控え、祈りの生活の静けさを保つように努める。労働を置いたトラピスト修道院の場合、 上記のように、修道者の生計を立てる労働として、クッキー製造、ホスチア製造などを行っている。その他、自家消費用として、菜園や果樹園を工作し、約60ヘクタールの敷地内の山林、原野の管理業務、炊事、洗濯、清掃なども、修行として行う。外部からの雇用者はなく、すべての業務は、修道者自身によって行われる。会員は、 死牧活動、福祉医療、教育活動などの外部使と職には携わることはなく、人々の幸せと世界平和のために隠れて祈ることが最大の使命である。修道仏修道服は12世紀からの伝統に従って白色のチュニック、黒色のスカプラリオ及び川帯を用いる。朝の祈りと晩の祈りの時に、その上にククラを着用する。 使徒特有の修道服は白色のククラである。それは正式修道誓願旋律の日に与えられる。ククラは修道士の方剣の印であり、修道会全体の一致を表している。有機誓願者と修練者はククラの代わりにカッパを着用する。修練者のスカプラリオは白色である。1960年代半ばまで助修師の修道服はチュニック、スカプラリオ、 カッパすべて褐色の修道服を使用した。現在この褐色の修道服は使用されていない。ま、1960年代半ばまで修道院共同体に2種類の修道者が存在した。歌った一周と助修士は簡略な政務を唱え修道院の物質的領域を労働によって支えた。助修同士には修道院長選挙における選挙権、非選挙権はなかった。チュニック、スカプラリオ、 カッパすべて褐色の修道服を着用した。現在はこのデザインの修道服を目にすることはできない。助手師制、第二バチカン公会議まで2種類の修道者が存在した歌大修士と助手師である。前者、歌大修士は政務協唱義務を有し、そのほとんどは司祭に除解された。白と黒の修道服を着用した。後者、助手師はより簡略な政務を唱え、 修道院の物質的領域を労働によって支えた。助修同士には修道院長選挙における選挙権、非選挙権はなかった。1965年以降ほとんどの助修士は歌大修士に編入され、例外を除いて12世紀以来続いた助修士制は姿を消し、会員は単一になった。現在、新たに助修士になることはできない。 12世紀からの伝統に従って、白色のチュニック、黒色のスカプラリオ、及び、革帯を用いる、朝の祈りと晩の祈りの時に、その上に、くくらを着用する。ありがとうございます。